さあそれでは続いて第2部を進めてまいります。今日はヤマハラグビーの元祖鉄人のお二人、浜浦幸光さん、そしてヤマハ OB で元日本代表の高木重康さん、そして特別ゲストとしまして現役選手中谷選手に登場していただきます。ではよろしくお願いします。中ーと声がかかっております。すごいですね、オリジナル T シャツですか。すごいですね、それ売ってるんですか。非売品、ご本人から言っていただきましてありがとうございます。ではここからはマイクを通してぜひお願いいたします。はい、ではどうぞおかけください。今ですね、ちょうどこのステージの袖で年齢を聞いてびっくりしたんですが、ちょうど6歳ずつ違うんですね、お三方は。48 踏んでますね。はい、はい、28です。どうしましょう。28です。はい、そして36です。はい、どうしますか。この何で4歳ずつって分かってんのにわざわざ言わすんですか、年齢を。6歳ずつ6歳ずつです。浜浦さんが48歳、そして高木さんが42歳、そして中谷選手が36歳。現役。はい、現役です。すごいですね、本当にすごいです。そして多くの皆さんに愛されているのがよくわかります。ではですね、まず改めて皆さんに一言ずつ浜浦さんからお願いします。はい、ですね、今FM ハローのですね、ラジオ解説をやってます、浜浦と申します。昔は鉄人と呼ばれてたんですけど、今はもうその後遺症がですね、非常に体中が出てですね、今大変なことになってます。どうぞよろしくお願いします。後遺症って何ですか。首でしょ、はい、腰でしょ、はい、膝、はい、あと痛風。痛風はラグビーの後遺症なんですか。あ、後遺症です。あ、それだけ全てをかけて。全てかけました。はい、戦っているわけですね。こんなになるよ。では中谷さんお願いします。はい、今紹介預かりました、36歳、現役中谷里志です。ポジションプロップ1番をやっております。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。中谷選手は30過ぎてから日本代表という素晴らしい歴史を残しましたよね。ありがとうございます、はい、ご自身でどうだったんですか、あの時それを聞いた時っていうのは。聞いた時はもう、うん、ドッキリかと思いましたね。ドッキリ、はい、本当でしたね。ほんまでした、はい、ねえ。さあ、そして高木さん。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは、拍手いただきました。どうもありがとうございます。浜浦先輩と、中谷選手の、まあ、間の年の高木と申します。年はですけども、気持ちは中学2年生ぐらいなんで、で皆さん今日も一緒にやりましょう。ありがとうございました。そして応援も、はい、応援もやってます。力入れてるわけですね。今日もじゃあこのトークショー終わったらスタジアムの中で、はい、もうみんなで一緒に一つになって今日は、はい、一つになって、はい、一つになって3回言いましたけど、はい、一つになって応援したいなと思います。よろしくお願いします。でもね、頼もしいですよね、 OB の皆さんがこうやってやってくれるというのは。待ってました。あ、はい、あ、そうなんですね。いえいえ、はい、浜浦さんと高木さんというのは何年ぐらい被ってるんですか。何年ぐらい。いや、どうですかね、10年ぐらいですかね。10年ぐらい、はい、そんなに。そのぐらい。ということはもう関西リーグ時代を知るお二人ですよね。そうそう、僕は関西 B リーグから A リーグを経てトップリーグの元年まで、はい、一応プレーさせてもらって、その辺 A リーグからか。 A リーグからです。98年から、ね、そう、そこからトップリーグの選手、はい、で中谷にはトップリーグから、トップリーグ2年目からです。こんな感じで構成されてます。じゃあ先輩たちの後をこうやって引き継いで今のヤマハ発動機があるわけですよね。でも浜浦さんはですね、昔から全然顔変わってないんですよね。今こんなんとか言ってましたけど、昔からこんなんって誰か言いました。いやいや、ご自身でおっしゃってたんですけども。いやいや、老けてるやろ。いやいや、やっと時代が追いついたみたいな。
いや、まあ言われてましたけど、20代からこんな感じだと。いやでもね、先ほどちょっとあの私も失礼ながら年齢を聞いたときに清宮監督より2つ下って聞いていや笑うとこじゃないです笑うとこじゃない下ですねえ、ね、でも本当にね、さっき恋そうっておっしゃってましたけど、ね、あの体はですね、内臓含めてあの70歳ぐらいの今あの、はい、先輩なので皆さんご安心ください。そっか、でもその肉体、現役時代の肉体っていうのはそれだけ鍛え上げたっていうこともあるんですよね。いや、あんまり僕らの時代、いえ、浜浦さんはあんまやってなかったですね。あのなんかもともとやらなくても、うん、あのそう、あの体質的に、体質的ですね、うん、素材がもともとなんか大きかったって感じ。え、中谷選手は何かこう、はい、肉体鍛えるためにやってることってあるんですか？いや、今毎朝ウエイトトレーニングやってます。はい、ウエイトトレーニング、はい、ベンチプレスってどのぐらい上げられるんですか？ベンチプレスは、うん、あのもう全然上がんないです。もう肩が肩がちょっとおかしい感じなんで、はい、全然もう今80キロぐらいですね。80キロってどうなんですか？一般人でちょっとトレーニングされた方は80キロぐらい上げられるんですか？上げられる。ちなみに高木さんどのぐらい？高木さんに聞いてください、はい、こういう話は。いや、僕もあの今はああごめんなさい、現役の時は山村亮ってやつと一生懸命争ってて、マックスの時はまあ180キロぐらい上がったんですね。ただ私はですね、山村亮よりか腕がちっちゃいんでこれでこういう感じでいけたんですけど、山村亮はちょっと手が長いんで、中谷が皆さんやりすぎて首がないですもんね。もともと最高ですね。今じゃあその山派の中で一番上げられる選手っていうのは山村選手、今一番上げるの堀江ですかね。はい、そうかそうか、はい、堀江選手、堀江多分195とかじゃないですかね。195、すごいですね。はい、もう、ね、化け物ですよ。いやでもあの現役時代が浜村さんが2番で1番1番ということですよね。はい、でその当時と今ってルールって結構変わってきてることって、あのだいぶ変わってますね。だいぶ何が一番大きく違うんですか？今あのスクラム組の時、皆さんちゃんとレフリーが掛け声かけてくれますよね、うん、こうなんだっけ、セット、はい、ね、セットセット、ね、セット、あれあの昔僕ら の昭和の時代は、そういう掛け声なしだったの。え、どうやってやるんですか？いや、対面相手の選手の目を合わせて、はい、目と目合わせて、呼吸を合わせて、ふっってここなんか相撲の立ち合いみたいな。で相撲の立ち合いでも時間いっぱいじゃなくて、その前にこう会った瞬間組んでしまうっていうような、そんな感じです。だから組み、ずれることよくあって、そこで怪我する人結構多かったです。ああ、高木さんはその時代どっていうのは、いえ、僕の時はもうなんか4段階でしたね。4段階、タッチ、ポーズ、エンゲージみたいな。だからちゃんとレフリーが仕切ってくれるんですね、この時代は。今3段階なんですね、うん、もう本当に今ビデオで見たんですけど、浜浦さんの時の、はい、もうスクラムむちゃくちゃですよ。むちゃくちゃですよね。あの今では8人で組むとかね、多分よくご存知の方はなんか足のね、向きとか角度とかって言ってますけど、いや僕らはなんとなくこの辺の首をこう入れたらいいんやろなっていう、そんな感じです。ということはじゃあ中谷選手、今のこのルールと昔のルールどっちがいいですか？いや僕個人的な意見としては、昔の方がいいと思います。え、そうなんですか？はい、なんか今はもうなんかこう肩にはまりすぎてて、なんかちょっとちゃうなっていうような気はします。意外な答えでした。はい、昔の方が面白いです、見てて。やる方が大変だと思いますけど、ね、やる方が大変と思うんですけど、怪我も多いじゃん。結構辛いよ、あの子は。はい、そうですね。うん、高木さんいかがですか、今と昔だったら。いや、僕も今しかやってないんで、こんなんすごいなっていうのをね、ビデオで見てたんですけど、いや僕は昔あんまり嫌じゃん、あんまやりたくないですね、あんな。やりたくない、やりたくないですね。怖いです、怪我しそうです、本当に。スクラム以外で何かこうルール変わったとこってあります？いや、いっぱいの、そう、なんかルール毎年変わってて、僕あんまルールよくわかんない。いや、私もわかんない。ほんまにそう、本当ですか？わかんないですよ、結構。
え、じゃあ例えばその笛が鳴りました、はい、これ何のあれなのかって、なんかやってもうたぐらい分かるんですか、あやってもうたってぐらい分かるんですけど、あそれはあるんですけど、ね、はい、審判が、ね、君とか、あ俺みたいないやルールブック見たことあります？ないです。六方全書みたいですよそんな厚いですよ、誰も読まない。え、ということはじゃあその選手の皆様プレーしながら全てのルールを熟知している方っていうのは少ないんですね。いないと思う。いや違うです、このポジションはいないんじゃないですか。このポジションはいないそうか、頭脳派ってどこなんでしょう、やっぱり。まあでもこのポジションの中でもここが頭脳派、あのね、2番は結構頭脳派なんで、あの今日だと日野選手とか、はい、あの結構ここ、はい、ここ1番が使わず2番が使う頭脳ってどんなとこですか。あとセットプレーですよね。セットプレーですかね今言われたこと言っていや、なかなか思い出せないのよ昔の記憶でそっかそっか、ね、じゃあ一番の強みってどんなところですか。一番強み、うん、強み考えたことないなでもあのやっぱ選手それぞれに強みがあるんで、多分中谷選手だったらタックル、はい、そうそうなんだ、はい、おいお前なんか俺が言ったのに違うみたいな顔されてくださいよ。タックルです、はい、タックルね。でも中谷選手はあの以前清宮監督から聞いたことがあるんですけど、はい、絶対肩はず離すなって言ったらもう脱臼するぐらいまで離さなかったっていう、信頼できる人っていう、あ、はいはいはい、あれはもう絶対離すもんかって思ったんですか。絶対離すもんか、はい、絶対離すもんかなんか指が引っかかってるらしいですよ、はい、離したいのに指引っかかってる。そうですね、はい、もう肩パーンってすごい今ビストーリーを言ったつもりが指が引っかかってただけなんですか。あれ嘘ですよこれ。あ、嘘、はい、嘘です、はい、絶対離すもんかってやってました、だからもうこんな短いね太い腕がね、うん、外れるんですよね、スクラムで。やばいですね。そうですよね、はい、あれってどのぐらいの衝撃なんですかね。どのぐらいどのぐらい、いやいや、浜村さんのあの現役の時のあの現役地が昭和のスクラムがこうすごいんじゃないですか。いやそうでもない、そうでも今の方がすごいってお互いすごいです。今も昔もすごい。そうなんや待ってたんですね。待ってた。ちなみにじゃあお三方に聞きますが、忘れられないスクラムって覚えてることあります？忘れられないスクラムでは。いや、これはですね、あの1994年かな、初めて実はヤマハのチームが全国社会人大会出て、でその時東芝に90対13で実は負けたんですけど、うん、初めてその全国で秩父の宮で出て、それで今まではその B リーグでもうスクラムっつったらもう楽勝で勝ってたのが、うんうん、当時のチャンピオンチームの東芝にですね、もうボロカスにこうスクラムを押されて、その時かなりへこんだ思い出っていうのが一番強いかな。やっぱり何にしてもやっぱり勝った思い出よりも負けた思い出とか辛い思い出っていうのがものすごい残ってますね。そっからまたそれを思い出して頑張ろうっていう気になりますよね。そうですね、その時は思いました、ね、まだ24ぐらいの時でしたね。そうですか。その時代で四半世紀ぐらい前のお話ですね。顔はこのままですけどね、はいさあということでちょっとねお時間も残り少なくなってまいりましてですね、この後午後1時キックオフになるんですが、では現役選手からぜひそのスクラムについて、忘れられないスクラム。忘れられないスクラム、そう、あ、そうですね、去年その代表で行った時に、はい、そのジョージアっていう 国とやった時に組んだスクラムが、はい、まあ、ちょっともう衝撃的すぎて、はい、もう忘れられないスクラムですね。すごかったんですか。いやもうわけわからんぐらい押されていくっすよね、もうそうなんだ、はい、今までにないぐらいのめちゃくちゃ強すぎて、もう何やってるかようわかんないっていうことがあったと、はい、はい、喧嘩してたよねスクラム。はい、喧嘩してた。いやもう珍しく、なんでもう負けてるんでとりあえず喧嘩打っとこうと思って、負けてるのに喧嘩打ったはい、まあ、うん、もうそれだけを舐められたらあかんなと思って、うん、はい、喧嘩売りました。なるほど、ということは、はい、ね、はい、ラグビーで返すわけではなく喧嘩で返したと、はい、強い中谷選手を見せていただきました、はい、さあそれではですね、いよいよこの後午後1時キックオフとなります。では最後にこの試合のポイント、注目ポイントをお一言ずつお願いします。では高木さんからお願いします。いやちょっと浜田さんの聞いてから喋ろうかなと思ったんで全くないんですけど、まあとにかく僕はですね今日は
あの応援がむしろあのチームね、応援がどれだけ皆さんの応援がですね力になるかと思いますので、ぜひですねでっかい声で、あのスタジアム一つになって後ろから選手を押してあげてほしいなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では中谷選手お願いします。はい、やっぱりヤマハといえばヤマスタイルであるそのスクラム、今お話ししましたスクラムと、まあ、ラインアウト、モール、まあ、そういったセットプレーのところを、ぜひ注目していただいて、で今武さんからありましたけども、皆さんの応援で一歩でも前に突き進めますんで、ぜひ熱い応援をよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。では浜浦さんお願いします。ですね、実は今日初めて出る選手で広川選手、はい、ね、さっきも聞いたと思いますが、はい、あのヤマハスクール初の、選手が、本日トップリングで試合をやります。はい、ね、あのマグロの完全養殖も難しいですが、ジュビロの完全養殖を達成したということで、あの広川選手、はい、ぜひあのプレーを見ていただいて、盛り上げていきましょう。あのそんな、見ながらあの FM ハロの解説を私やってますんで、聞きながらよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。さあ、ではゲストの皆さんはこのままステージに残っていただきまして、皆さんこの後必勝餅巻きを開催いたします。